なんか混んでるね。そうなんだ。今日はいつもより混んでいるんだ。もう随分前から。こんな感じの、ノロノロ運転が続いてるんだ。ここ数日の大寒波で、車で通勤する人が増えてるんだろうか。そうかもね。でも、こんな時こそ、落ち着いて運転しないとね。そして譲り合いの精神でね。そうだね。我先にと詰めていくと、こないだのじいさんみたいに、さらなる渋滞を招くことになるからね。そうそう。前方にパトライトが回っているぞ。ほんとだ。何かあったんだろうか。おや？左の車線には、パトカーがこっち向いて止まっている。そして数名のおまわりさんが見える。さらにここの車線にもパトカー止まってる。何があったんだろう。なんだろう。わお。車が真っ逆さまになってる。ひょえ。やばいね。完全に逆さまだ。何にぶつかったんだろうね。わかんないけど、かなりスピード出てたんだろうね。安全運転してないとこういうことになるんだ。安全第一だね。後で動画を見直してみたんだけど。どうだった？猛スピードでこれにぶつかって、ひっくり返ったんじゃないのかな。そんなとこにぶつかるとは、よっぽど急いでたんだろうね。だろうね。単独事故なのかな？他に事故車らしきものは見えないから、おそらくひっくり返っている車の、単独事故なんだろうね。安全運転を心がけよう。そして譲り合いも。